ははい、皆さんこんこにちア踊るブラッッシュアップマンガリオです今日もよろししくお願いします、えー、と今日はですね、この後の出張で、えーと、今週はですね、えーと、名古屋に週末かなまで戻ってこないので、えーと、これでですね、しばらく、えー、と動画はお休みになるんですが、昨日ね、たまたまあの名古屋駅の上にある、ねえー、と本屋さんに行っていて、ちょっと面白いことがあったんですね。えー、とこの本、チケリンさんですね。 えと僕実はその昨日初めて存じ上げたわけなんですが、えーとまあ、すごい方みたいなんですけどチキリンさんのです、ね、この本のそば、ね、にです、ねえー、と講演会のお知らせっていう POP ピピが貼ってあって、えー、とこの本を買うと,です、ねえー、と先着その何名かはその講演会に出られるっていうねで、まあ、僕もパラパラって読んでなんかチキリンさんと面白いなと思ってですね まあ、12月1日のこれ平日の夜からなんですけど、まあ、ちょっとスケジュールが、ね、まだちょっと分からなかったんですが、まあ、あの書店の方にです、ね、まだこの講演会のチケットあるんですかって聞いたら、ね、1枚だけあるって言うんですよね残り。であの実はこれ笑い話でこのチキリンさんって、ね、もう1冊その本を出されていて僕が、ね、パラパラ見ていたのは実はそのこの本ではなくてあのもう1冊の本だったんですね。 でその本を、ねまあ、レジに持っていったわけですよ。そしたら、ね、その店員さんが「いやこの本じゃないんだと」と。要はこの本なんだと。で、まあね、あのパラパラって見て面白かったんでじゃあそっちの本もくださいということで、まあ、最終的に、えー、と講演会のです、ね、チケットをゲットしたんですがあの、まあ、よ,よくまあ,ありがちというかね書店さんではまあこういう反則って割てやってるんですがとてもうまいなというのと逆にね あのまあ、チキリンさんファンっていらしたとすれば、まあ、この講演会にね、この講演会の情報を知らないと思うんですよね。なぜかっていうと、このミッドランドの,です、ね、この本屋さんに行かないとわからないので、逆に僕がです、ねえー、と今からです、ね、このチキリンさん講演会ということで、ね、まあ、例えばヤフオークションでも何でもいいんですけど、参加券プレゼントしますよと。 そうすると、下手するとですね、今、この本がですね、1400円ぐらいなんですけど、1400円以上で落札されればですね、この本はタダでゲットできたことになるんですね。まあ、もう一冊買ってしまったんで、まあ、3000円ぐらいからですね。<laughs> まあ、出品すればですね、まあ、そんなことじゃないですけど、あのもしね、どうしても、ね、チキリンさんファンで行きたいという方がいたらですね、この参加券差し上げますので、えっと、連絡ください。はい えっと、そんなようにね、あの先ほどもちょっとね、最近うちに来てるケンちゃんっていう変わったやつがいるんですけど、あのご飯食べながらですね、今日これから出張に行くからと。で、その僕がいるその大須っていう街はね、すごく特別で、あのビジネスアイディアの種がもうゴロゴロ落ちてるんですね。なのでね、まあ、ある課題を出したんですけど、僕ももうあのその後ちょっとケンちゃんと別れて、えっと、久しぶりにね、ちょっとまだあの電車の時間が、に余裕もあったので、 あの事務所に戻る前にですね、あのー、散策してみたんです。そしたらね、やっぱりいくつかね、面白い、僕が知らないね、ああ、これってその、例えば今、飲食店やられてる方で、ああ、この飲食店の新しいメニューにね、こんなの取り入れたら絶対面白いんじゃないかなとか、あのー、思うようなアイデアだったりね、その今、iPhone の、まあ、僕も 4S に変えたんですけどね、あのー、やっぱり専門ショップとかできてるんですね、あのアクセサリーとかの。 でまあ、そのショップに入ってみるとね、たくさんのアイデアが溢れてるんですね。例えばね、まあ、手先が器用だったりね、ビーストが好きな方たちだったらね、ああ、こんなことやればいいのになとかねあの。ぜひその日常の生活の中でね、これってね、ビジネスになるんじゃないかなっていうようなことをね、毎日毎日そのノートに書き出してみるっていうことをね、習慣化してほしいなと思っています。はい、えー、っと、そろそろね、電車の時間になっちゃうんで。 えとね、今日はこれにて失礼しますがあの急に、ね、今日、名古屋も、ね、寒くなったんですね。なんで、ね、皆さんあの体調にはくれぐれも、ねえー、と気をつけてほしいなと思っています。それではまた来週。